和気の交差点ですね、小学校の交差点です。で向こう行ったら岸和田ですわ、大桑のあるところですね。これ泉州南海線かなというふうに言われてます。ほうでですね、今日の取材対象はこちらなんですよ。アンティカというふうに書いてまして、服屋さんです。いろんなだからセレクトショップで売るようなそういう個性的なものを売ってるというか作ってる服屋さんですね。で泉の初賀野の方ではですねカフェなんかもやってます。でここがですねもう今も撤退をしてしもてるんだけども、大町の交差点のですねみんなやり回しするところのね、ミスタードーナツあったでしょ昔ね。あそこのビルへ入ってはったんですけども、この度ですねこちらへ移動されました。何が言いたいかというと、岸和田でですねここの会社年商今60億円ですよ。大企業ですよ。楽天ナンバーワンの売り上げを誇る、そんな素晴らしい売り上げの高い会社がですね、市民法人税もじゃんじゃんと岸和田市に対してお支払いをいただいてた、そこもですね岸和田から逃げていったという、そういう切ない話でございます。で中で話を聞いてきましたけれどもですね、中取らしてよって言って言うたんだけど、私もう何でもノンアポで行くからね、ならもうちょっと社長の許可得てないのにそれあかんがなっていう話やったんで、ひょっとしたらまあ中取らせてくれる機会があるかも分かりません。働いてる方は女性の方が多かったのとですね、ここがすごいなと思ったのはこれ田中セーターという会社やったんですね。でそれをそのまんま、まあ、買われてですね、であの黒の社屋は中はだいぶいじられてると思うんですよね、綺麗になって。でもう中パッと玄関しか入ってませんけども、すごい、まあ、まあ高級な感じのおしゃれな感じでしたわ。こう左側に見えてるのあれ倉庫です。でこれね西松屋あるから見えへんのだけどね、中入って西松屋のとこから撮ってもええんやけども、その間したらそこへ人出てるんでね、やらしいでしょ、人映るからね。であれ多分モデルさんで今撮影してはるんやと思いますわ。でこう見えませんけど右側にですね平屋の家があって、まあ、田中セーターの社長の家やったはずなんです。で平屋建てと門がすごい立派な門があってですね、もうあれはぜひ今見てもらいたいんですけどもね、それが何すんのかな、古民家カフェにでもすんのかなと思ったんですけども、まあ、話を聞いたら今まだ未定なんだけども、宿泊施設に使うんか、もしくはこの服をドラマなんかに提供してるということでですね、ドラマの撮影なんかに使ったりというようなことも考えてるということで、一般の方がなかなかまあ、コーヒー飲みに行こうかというふうに気軽に行けるようなとこの使い方ではないというような感じでしたけどもね、まあ、あの家はやっぱり一回見ても泉まで来る値打ちはあるんじゃないかなというふうには思います。で年商60億で、まあ、ご挨拶をですね数ヶ月前にここへ移転の時にされたわけですけども、その時にまあ社長原夫妻が言うたのはですね、まあ、年商100億円を目指しますと。それは60億なってんだからね、今もうすでにそれ達成してますから100億円を目指しますと言ったって、それはまあそうやろというふうになるわけですよ。そういうような有料な企業であってもですね、岸和田を逃げていってしまう、これ普通であればベトナの時も言いましたけどですね、ベトナのように歴史がある会社ではないにせよですよ、大きな会社が岸和田から出ていく時に市長としたらほんまは引き止めせんかいということですよ。で岸和田と少しつながっておるのはですね、夢見ヶ丘のところでですね土地を14億の土地がありまして、そこをもうすでにお買い求めになられてます。あそこの土地はですね泉市民政協が初め来るというような話もあったんです。ところがですね店舗じゃないよと、倉庫だけですよということで、いや倉庫だけやったらあかんがなということで、まあ、店舗置いてよ、でも泉市民政協は店舗置かへんかったということで結局そこに売りませんよということになったんですけどもね、まあ、あそこについてはまあ、基本計画なんかができたらまたお知らせをしようかなとは思ってますけども、セレクトショップのモールを作ろうかなというふうに思われてるようです。だから一般的なララポートとかね、まあ、チェーン店がいっぱい入ってるでしょ、ああいうやり方じゃなくてですね、セレクトショップをモールのようにしたものでねやろうかなというふうに、このアンティカが主体になってですね、そのように思ってるようですわ。
まあそこでねいろんな賑わいができるのかなとは思いますけども、ただそこで周りに店舗がそんなにないので、そこの店舗が儲かってもですね、まあ賑わいという意味ではいいのかも分かりませんが、市に対してその税金がほんまに落ちんのかということですよね。そこの会社も全部資本がですね、本社機能が全部別のとこですよということに闘技場になっておればね、岸和田に市民法人税は落ちませんから、だからねその辺のところも考えたら岸和田下手くそやなということですよ。ほんまはこういうようなとこをね、たまたまこれ空いてたからね、タイミングも良かったんでしょうけども、岸和田としたらですね、ここもありますよここもありますよと、で大町から出ていく駐車場もね手狭やと、で40人が今もう80人ぐらいいてはるって言うんだけどね、だからそないなったらここどうですかっていうようなことをほんまに提案したのかということですよね。それもほんまに市長としてトップセールスがなってないからこそですね、もう今となれば今年度からですね和泉市に市民法人税を取られてしまうと、人口もじゃん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 減ってですね19万人も割ってるにもかかわらずですよ、人が逃げていくだけではなくて企業も逃げていくということで、まあ、いかに、きちんと仕事しないような市長を選べばですね寂れていくかの典型ですよね。ほんまに惜しい企業残っておいてほしかったんですけども、まあね、移られたという話でございました。